どうもこんにちは、トータです。今回ですけれども、まず6月のプレゼント企画の発表と、そして7月の、プレゼント企画の発表ですね。まず6月は当選者の発表ということで、まずこちらの、SSK のこのグラブと、ジームスの、サングラスのネイビーと、あとは、ジームスさんのペンケースとキーホルダーということで、順番に発表させていただきたいと思います。では、このね、いきなりもうグローブからいこうかなと思います。このグラブ、SSK のグラブ、おめでたい方はですね、森さん、日本一の入館さんでございます。おめでとうございます。はい。こちらね。送らせていただきますので、概要欄の一番下にですね、メールアドレス書いてますので、そちらまで、メールください。はい、じゃあ次ですね。サングラス。ジームスのこちらのネイビーのサングラスですね。中身このようなものです。ケース付きでございまして、今からの、季節も全然いける OK なサングラスでございます。こちらはですね、しいたけおさんでございます。おめでとうございます。しいたけおさんです。しいたけさんです。しいたけおさんでございます。はい。そして、ジームスのペンケースは、BW さん。こちらですね。ジームスのペンケースとキーホルダー、ということで、連絡をお待ちしております。そしてですね、今月はじゃあ何をしてくれるんだいと。いうことですけれども、お見せいたしましょう。まずは、軽いところからいきましょう。一番、まあ、安いところからいきましょうか。まず一つ目が、こちらでございます。こちらが、久保田スナッカーの、コインケースの赤ですね。まあ、鉄板かと思います。グラブのステア側を使った、コインケース。こちらを、まず1名の方にプレゼントさせていただきます。そして次ですね、面白いものを倉庫から見つけました。こちらでございますね。はい。こちら何かと言いますと、アップセットさんの手袋でございました。で、こちらサイズはですね、おそらく M サイズなんですけれども、ここは消化になってて、レッド、ブラック。で、手の甲はですね、ちょっと水プロっぽいような感じの、素材になってまして、割と、いいところ、あ、すいません、間違えました。L サイズでした。L サイズのバッティング手袋でしたね。はい。で、ちょっとシープスキンというか、非常にシープなんかな、これ。シープじゃないかもわかんないですけど、まあ、とにかく水プロっぽいような素材になってますね。ぽさで言うと、そんな感じです。めっちゃアバウトな説明ですけど、すいません。これを、1名の方にプレゼント。まあ、なんか大学野球とかね。最後なんですけれども、アクセフベルガードのバンドを、プレゼントしようかなっていうふうに思います。で、最初はね、これをプレゼントし、こういうのをプレゼントしようかと思ってたんですよ。ね。でもこれみんなやってるから、ね。もう、なんか、もうちょっといいやつって思って、ね。こっちにしちゃいました!じゃじゃん!こちらブラック。はい。こちらにさせていただきました。もうこちらはですね、こちらと違って、ここが、オールシリコン。だから水とかにはやっぱり強い。あと耐久性にも期待ができそうです。なんとこちらですね、税抜き6900円の品ですけれども、アクセフ欲しいんだよね。ね、シリコンネックレス。こちら欲しい方、こちらも1名の方にプレゼントさせていただきます。応募方法ですけれども簡単です。まずはチャンネル登録をしていただく。そして、コメントしていただく。もう簡単なコメントで大丈夫です。何が欲しいか書いてください。そして応募期間に関しては、まあ、末までですね、7月の終わりまでというふうになっております。どしどしご応募お待ちしております。そして当選された方ですね、6月のプレゼントをお送りしたいので、連絡くださいということで、今日は終わると思います。さよなら。皆様大変お待たせしました。7月のプレゼント企画はこちら。まず一つ目は、アクセフベルガードのシリコンネックレス。プロも愛用するこの一品をぜひこの度手に入れてほしい。1名様にプレゼント。そして2つ目はレザーコインケース。久保田スラッガー製のグラブの革の匂いがするよ、これ。はい、これも1名様にプレゼント。そして最後はアップセットの消化の手袋。こちらは準オーダー製でございます。L サイズ両手、シープスキンっぽい革がためになる、癖になるか。そうですね、皆様、どしどしご応募お待ちしてます。ありがとうございます。今日も来てくれる人がいるよ。これからが勝負なんだぜ。戦う意志がある道は続いてく